おい貴様、はっ、貴様は何者だ。シガンシラク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。おお、せいぜい頑張るといい。ただし、貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓しに移ってもらう。すぐに準備にかかれ。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い、何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いいな、カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。一度くらいは誰にでもできる。もう一度攻撃してみろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。訓練なのに緊張してきた。
次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。はい、9大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。なんかこういうのって燃えますよね。まるで狩みたいです。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。行くならミカサかライナーか。なんだお前かよ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。
競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦に繋がるのかな。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。あまり時間はないぞ。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。すぐ終了だ。最後まで全力を尽くせ。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。調子はどうだ。やってやる。やってやる。
様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を見習う？確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。おい、もっと兵士を鍛えんとな。エレンが無茶しないか心配。今は体を休める時だ。俺は死に急いだりしねえぞ。
俺は天才だから。俺は天才だから。どうした？おい、そこの。さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか？あ、そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。その通りだ。駐屯兵団の隊長をやってるハンネスだ。よろしく頼むぜ。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか？そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば、104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか？あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おう、今度はエレンたちも連れてまた会いに来いよ。まあ、とにかくこれからよろしくね。それと、悪いんだが、さっきの落とし物の中身、少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌は、きっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。やあ。
ああ、君か。もしかして、わざわざ今日のお礼を言いに来てくれたのかい？仲間を助けるのは、兵士として当然のことだ。そんなことで、いちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト、いるか？なんだ、お前らまで。俺たちに何か用か？二人とも、立体機動装置の扱いがうまいだろう。頼む！俺に教えてくれ！すまん。あまり役に立つ助言は、できそうにないな。そうか。その、君たちは、三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのに、なぜ兵士を目指すの？僕は、王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーは、ウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日、村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。ナイチ勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。よっ。